今日のモデルさんはラッキーくんです。で今日名古屋店なんですけれども、名古屋店の、おすすめのコース、スノードロップコース、これからの季節におすすめのコースになります。で今は酵素スパで泡でこう優しく洗っていきます。天然素材なんで、皮膚を傷めたりとかすることもなくって、こうやってちょっと目に入っても全然大丈夫なんで、もちろん舐めても大丈夫で、これ本当にね、目に入れても痛くないんで全然入っても大丈夫です。体に優しい温浴剤なんで、天然成分で潤いとツヤもアップします。でシャンプー後の持ちもすごくいいので、こちらもおすすめです。気持ちよさそう。ガブ飲み。これはですね、ヤギミルクを飲んでますね。美味しいね。たっぷりの泡でラグジュアリーシャンプーというシャンプーで今から洗っていきます。泡立てるのがポイントですね。2回目のシャンプーです。ラカン、バッグですね。こちらを塗っていきます。でこのジェルパックはもう本当にファンファーサロンが始まってからずっと使い続けてる人気のパックなんですけど、とても高級なお肌の美容液パックですね。これすると本当にトリマーさんの手もすべすべになるので、ファンファのトリマーさんは誰一人として手が荒れてないっていうのがすごいよね。はい、荒れしないですね。逆に良くなるもんね、肌がツルツル、ツルツルになる。私も使いたいくらいね。だって手に残ったやつみんな腕まで塗ってるもんね。でも、使い続けてもらうことがもう一番本当に効果が実感できるので、地肌から栄養を与えます。で健康な地肌を育てるというパックになってます。これはね、本当に使いたい。体中に使ったらえらいことになるもんね、人が。ね、私が一番好きなこのファーファのメニューですね、これは。全然際まで使います。うん。最高級です。厚塗りでね、いっぱい塗ってもらい。
で今ジェルパックを塗り終わりまして、この可愛いガウンをガウンを着てくれてるんですけど、こちらはママの持ち込みのファーファでご購入いただいたフォーペツオンリーイタリアンのブランドですね。そちらのガウン、通常はファーファオリジナルのガウンをみんな着てくれるんですけど、持ち込みでガウンもお預かりしてます。すごいね、このガウンも本当に可愛くて、ちょっとお時間置きます。今トリートメントしてます。で蒸しタオルで、蒸しながらちょっとお時間置きます。でこのトリートメントは毛の補修とか、まあ、保湿ですね。で香りもローズですごくいいので、スペシャルなトリートメントになってます。気持ちいいね、結構蒸しタオルがあったかくて気持ちよさそうにしてくれてます。いただいてます。この国産のヤギミルク、うちで買ってもらってる分なんですけど、こちらを、置いてもらってるんで、毎回トリミングの時にはお水あんまり飲まないそうなんで、ヤギミルク飲んでも合間に飲んでもらってます。こんな感じで頭で頭が荒らされてる。のエステメニューの様子を撮影させていただきました。スノードロップコースになってます。すごいふわふわ。やっぱり私が好きなジェルパック、すごい冬にすごいおすすめのコースですので、ぜひ。ありがとう。バイバイ。ではありがとうございます。